はい、こんばんは。こんばんは。千住でクロスエンタメライブ2本目でございますね。そうなんですよ。いや、2本目すごい MC。 いや、頑張ってますよ、鈴木ひかる。ひかるちゃん、はい、いいね、素晴らしいでございます。はい、僕ちょっとね1本目お休みさせていただいて。なんで休んだんですか？ちょっと大人の事情で、うん、はい、今言いましたけど、はい、笑顔でひかるちゃんの声が今日もいいなと思うやら、ね、結構喋ってたもんね。結構いつも以上に頑張ったと思います。いやいや、本当にそんなもんで、はい、ノアのセイジーでございます。よろしくお願いします。ね、本当2本目で、はい、ね、今日ちょっと若干暑いですけどね。あ、暑いですね。大丈夫ですか、ね、皆さん。大丈夫ですか、皆さん。本当に大丈夫。まあ、気持ちはね、多分もう暑い気持ちで見てると思いますけど、心がホッと。ホッ、あ、ホッ、お、一発ギャグ。違う。ね、ディレクターが小首かしげてましたけどね。今ちょっと反省点かもしれないです。悲しい、どうしよう。ね、どうしましょうかね。ね、ということで、はい、今回ね、ちょっと本来ならここで、C スタジオという番組なんですけども、ね、今回ちょっと、お休みさせていただいて、はい、立て続けにこのエンタメライブ、うん、はい、そして、はい、またね、ゲストの方も素敵な可愛らしい感じの、ね、はい、方なので、ぜひぜひね、1時間楽しみでございますけども、はい、その前にね、ひかるちゃん紹介の方よろしくお願いいたします。はい、紹介したいと思います。はい、今夜のゲストはコットンフィールさんが登場します。都内をメインに活動するアイドルグループ、ロックのサウンドにクスッとくる笑み、あなたの隣に寄り添う音楽をコンセプトに、8月5日月曜日に、月曜日には、四ツ谷、ロータスにて初のワンマンライブを開催する予定です。聞いちゃったね。すみません。四ツ谷ロータスでございますよ。ロータスさん。ロータスですね。ロータス。ロータス。ロータス。ごめんなさい、俺が間違えた今。四ツ谷ロータスにて初のワンマンライブを開催する予定らしいです。はい。はい、ということで今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるでしょうか。はい、準備の方はよろしいでございましょうか。大丈夫ですか。はい、バッチクーが出ましたんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあどうぞ。よろしくお願いします。この過ち知らぬ光景、いらぬ瞬き、後を見ぬふり、何も残らぬ先は見えやしない。道を荒らせば逃げ出す前に前の後先、今の今から逃げ出す前に踊り出そう baby。 さあ行くんだ光の先の奥、運命を信じるなら振り向かないで、輝ける明日への扉を目を閉ざさずに、また行きたいの栄光の架け橋さ。ありコットンフィール、ダメな人からお誘い遊び、何もくれない、焦点欠者恐怖月焼肉定食、逃げ出すあきれ人は眼差し、今の今まで隠れてたのは自分だったベイビー。さあ流れの先の奥駆け抜けろ、会いたくて未来へ旅立とう、運命を信じるなら振り向かないで、抱きしめて声を笑わないで、目を Oh,
求められなくて、運命を信じるなら振り向かないで、悲しみに愛を奏でたくて、目を離さずにまた生きたいの、絶望のシグナルそう果てるまで。ありがとうございましたありがとうございます。はい、ですね、はじめまして、あ、皆さん、はじめ、ここにいる方々ははじめましてじゃないんですけれども、 CU 部のご覧の皆さん、はじめまして、私たちコットンフィールです。ありがとうございます。はい、ですね、ありがとうございます。私たちコットンフィールはですね、普段、さっきの写真にも2人写ってたと思うんですけど、今日はアイリンゴが急遽お休みになってしまったので、今日は一人でね、でもそこにいるんですけどねもうずっとアイリンゴの目を見ながら頑張っております皆さん、みんなの目も見ておりますっていうので頑張っております。でですね、コットンフィール3月から、始動したグループでして、まだ持ち曲が4曲なんですが、この25分のステージ5曲、25分のステージを持ち曲4曲だけでは到底、持たせられなかったので、今日はですね、持ち曲3曲に加えてカバーを2曲、この後続けてお送りさせていただきたいと思っております。でですね、私がですね、まあ、アイリンゴが、まあ、妹ちゃんみたいな感じで、私お姉ちゃんみたいな感じなんですけど、アイリンゴよりもだいぶ皆さんと、ね、お友達の皆さんとは年が近いので、おそらくおそらく知ってる皆さんのバッチシ世代の曲を2曲歌わせていただきますので、ぜひぜひ、聴いていただければと思います。1曲目がですね、森高千里さんで、私がおばさんになってもと、2曲目が、着物係さんでブルーバード歌わせていただきます。でですね、今日はこのステージにですね、なんとまたまたいつも通りなんですが、またまたスペシャルゲストをお呼びしております。今日はこのスペシャルゲストさん、いつも天の声さんにたまには漱石っていう歌でね、いろいろ助けていただいてるんですけど、今日は私一人のステージをバックで、バックミュージックをですね、皆さんと一緒にセッションという形でですね、届けさせていただければと思っております。ということで、スペシャルなステージにスペシャルな天の声さんを召喚したいと思います。呼びますよ、せーの、天の声さん。あらこんばんはこんばんはにということでですね、今日は、これが最初でもしかしたら最後かもしれない天の声さんとのソロセッションをさせていただければと思います。それではカバー曲2曲続けて聴いてください。森高千里さんで、私がおばさんになってもと、生き物係さんでブルーバードです。終われば冬が来る、本当に早いわ。夏休みには二人してサイパンへ行ったわ。日焼けした肌まだ黒い楽しい思い出、来年もまたサイパンへ泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人ね、私を抱き寄せて、あれは冗談だったとキスをした。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくの、派手な水着はとても無理よ、若い子には負けぬわ。私がおばさんになっても本当に変わらない、とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから、そんな話は馬鹿げてる、あなたは言うけど、女盛りは熟だと
あなたが言ったのよ。だけど何食わぬ顔で私を見つめて、あれは冗談だったとキスをした。私がおばさんになってもディスコに連れてくの。ミニスカートはとても無理よ、若い子には負けぬわ。私がおばさんになってもドライブしてくれる。オープンカーの屋根外してかっこよく走ってよ。私がおばさんになったらあなたはおじさんよ。かっこいいことばかり言ってもお腹が出てくるのよ。私がおばさんになっても本当に変わらない。とても心配だわ、あなたが若い子が好きだから。羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは青い青いあの空。悲しみはまだ覚えられず、切なさは未だ掴み始めた。あなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく。未なる世界の夢から目覚めて、この羽を広げ飛び立つ。羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは白い白いあの雲。愛想を尽きたような音で寂れた古い窓は壊れた。見飽きた過去はほら捨ててゆく。振り返ることはもうない。輝く喉に呼吸を預けて、この窓を消して飛び立つ。駆け出したら手にできる。
ということでですねありがとうございます。ここでですね天の声さんには、天井に戻っていただければと思っておりますそれではありがとうございました。ドローンありがとうございましたどうですかね、ちょっと熱くなっちゃって歌で盛り上がりすぎまして、皆さん手を叩いていただいてありがとうございました。ですね、ここからはもう新規一点じゃないですね、またですねオリジナルの曲に戻りますので、私一人のステージになります。ここで次にお送りする曲は、いつもまだねステージでね2回ぐらいしかやってない曲になっておりまして、池袋に5時というオリジナル曲になります。バンドギャルがですね、自分の推しのライブに、行って、そこでこう行くまでの過程を描いたまだね、ライブに行けたかどうかはまだちょっと定かではないんですけど、行くまでの過程を描いてこう狂ったような感じな、曲になっております。私もオタクなのですごいよくわかりますなので、感情を込めて歌いたいと思います。それでは聴いてください、池袋に5時。歌おう、踊って、明日の予定は待ちに待ったギグ、5時からおしめ、守るが出演、逃したチケット探す午後中。池袋に5時快速を乗り継いで、駅の表札を覗き込むの。すごい手汗かきかいちゃうんですけど、もう今日は全身から汗が止まらない。ありがとうございました。ですね次の曲がですね、ラストの曲になります。5曲目ですね、こちらもまたオリジナル曲になっておりまして、コットンフィールで一番盛り上がる曲となっておりますイエーイ
ありがとうございます。ということでですね、最後やっぱりね、皆さん、今日はいつもはですね、アイリンゴと2人でやってるんですけど、私がね、アイリンゴが基本歌って、私がおいおいとかせーのとかって言ってるわけです。なんですけど、今日は私一人しかいないから、煽る人がいないんですね。だからここに端に座っている私の相方ちゃんを筆頭に皆さんで、ね、今日、ね、もうここライブ会場ですよ。ライブ会場、座ったままじゃね、座ったままじゃ入れられないでしょ。立ちたくなってきたでしょ立っても立たなくてもいいんですけど、心の中ではね、もうライブ会場だと思って盛り上がって、おいおいとかミックスとかせーのとか、ちょっとずつタイミングもつかめてきたんだと思いますのでぜひぜひ、一緒に映画、そうですね、ここでご覧いただいている皆さんも、シェーブの YouTube の画面とかでね、ご覧いただいている皆さんも盛り上がっていただけたらと思います。最後の曲ですから盛り上がらないと損ですよ。いきますよ。それでは聴いてください。最後の曲です。ときめきトナイト、パン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 セーロー、アイ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 パンパパパンパン、ファイヤーファイヤー。アクセル踏んで場所を決めたら、とりあえずただ走るだけだね。確かめるなら人に聞くより、後をつけなきゃ残念なんだよね。はいはい、遊びたい遊びたい、早くて自由すぎてよ。遊びたい遊びたい、古典研修バックで手にしたい手にしたい、持ち物を片足捧げたい捧げたい、ここにあるもの投げ捨て、だからその手で掴んで話をさせてよ。何もできないくらいに夢中にさせてよ。すぐに手足を掴んだら離さずにいてよ。恋もできないくらいじゃ誰でもいいから、せーの、ママの言うことを聞かずにいたら変なところに来てたんだよね。友達とならどんなとこへも怖くないよと踏んでたんだね。はいはい、帰りたい帰りたい、早く時間が過ぎてよ。帰りたい帰りたい、このまま時が経つから、死にたい死にたい、欲しいものを片っ端捧げたい捧げたい、ここにあるもの2回目投げしてだからその手を離して話をさせてよ。何もできないくらいに鼓動が高鳴る、死にて足を離したら振り向かず走る、できないくらいじゃ誰でもいいから、いくよ、うりゃーおい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 、うりゃーうりゃーうりゃー、だからその手を掴んで話をさせてよ。何もできないくらいに夢中にさせてよ。手足を掴んだら離さずにいてよ。恋もできないくらいじゃ誰でもいいから、キスもできないくらいじゃ振り向かないから、せーの、私たちコットンヒールでした。ありがとうございました。トークさんもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後トークへ行きたいと思うんですが、一旦ここで CM をご覧ください。
なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想尽かされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。まっすぐだよ。下も小さくない？あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。小野光平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は僕は1年生を、そっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるって。名前は藤原理沙です。パッチ新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、
その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わってみたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよあの場所で、君と巡り会えた。また会いたいよいつの日か、君の笑顔に。もうすぐお届けします。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。センジアットマーク cwave.jp までメールしてください。また現在ご覧になっています YouTube、Twitter の、C ウェーブチャンネルでもコメントができますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いします。はい、ということで、はい、改めまして、コットンフィールのリコシさんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。すごいですね。ありがとうございました、ね、本当にちょっと最後の方欲しがっちゃって、欲しがっちゃった欲しがってましたね。ちょっと皆さんに声を出していただいて一緒に完成させられたので良かったかなと、結果的に良かったかなと、うん、俺途中で本当倒れんのかなと思うぐらいね、どこまで息が続くか分からずやってたので、うん、今日チャレンジしたね。チャレンジしました。ちょっと超えました。壁超えましたありがとうございます。まさかのこの番組でね超えていただくので、うん、壁超えさせていただきます。本当は今日お二人でね活動されてるんですよね。はい、うん、はい、そうなんです。でリコシさんとあとはもう一人の方、はい、アイリンゴさん、はい、アイリンゴさんの二人で、ね、活動されてるということで、うん、はい、ね、そうですね、まあでも本当にということは、うん、普段やっぱりその歌ってる二人で歌ってるわけですよね、うん、もちろん。そうです、そうです。やっぱね先ほどもあれですけど割り振りがあるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、ありますね。今日一人で。そうなんです。うわーうちわがうちわがありますね。これちょっといいですか。あ、ありがとうございます。どうすればいいのか分かんない。あーこういう感じなんですね。僕いやいやいや初めてですよ、初めて。あら、あ、初めてですか。こう作っていただいたの初めてなんで。あ、本当ですか。泣いちゃい、汗なのかな、何なのか分かんないけど泣いちゃいそうです。今のところ汗です。汗今のところ。いやね、この可愛らしい感じでね。あ、本当だ。ね、可愛らしい感じ。ありがとうございます。欲しい欲しい。あ、俺じゃねえけど。可愛い。そんな感じでございます。ありがとうございます。すごい。ね、すごい。今日でも本当に一人でやってますけど、でもなんかあれなんですよね、見慣れた顔の方がいるんですよね。そうなんです。あのですね、もうあのずっと、はい、さっきのね最後のときめきトゥナイトでも率先して声を出してくれていた、うん、あ、ちょっとかい、あの声が高かった。そうです、そうです、私の、はい、そうです、あの いましたよね、一人ね。いました、いました、いました一人いましたよね。聞こえてましたよね。、はい、ねえ、なのでその方に ね今日はね、あの手の声、ここで、そうなんです、今日は今日だけ手の声、アイリンゴちゃん登場してもらいましょうか、はい、どうもこんにちは。こんにちは。声が聞こえた。ほぼ隣にいるのでもう心強いですね。あ、そうですよね。本当にいつもちょっと不安になったらアイリーの目を見て、あ、そう、あのちょろちょろ目合わせてくれるんですよ。さっきからこう見て最後にアイリーを見る。で、その見られた場合はどういう対処するんですか。にかって
微笑み返した。すごい、すごいいい笑顔で返してくれたの。歌詞間違えてもどうでもいいかなって思って、どうでもいいよ、もう頑張ってるから。まあそうそうそう。ね、いいですね。パワーすごかったですもんね。一人でね。ね、なかなか歌って踊って、ね、しかも高いヒール履いてるんですよ。おお、なるほど。そうなんですよ、めちゃめちゃ持ってるんです。持ってる細かいとこ暴露しなくてそういう、そういうユニットなんですか。そういうわけじゃないんですけ ど、聞かれたら全部答えちゃう節があって。あれ本当ですか。すがもうそうなんだ、答え上手。それありがとうございます、ね、いやこんな感じなんですね、でもね、はい、普段ね、うん、ロック系な。あ、そうなんです。そうですね、ロック系ですよね。さっきのあの天の声さんで、ね、あの今日だけ地上に召喚した方がね、出てますね。そうなんですよ、あの初めてのネット配信番組で顔出ししちゃうっていう、うん、これは普通逆じゃないですか。あ、まあね、そうなんですよね、ちょっとそうなんですね、顔出しして、なんかオレンジ色の憎いやつになってましたけど今日、ね、あのラッキーカラーがオレンジだったからオレンジで決めてきた。俺初めて見ました、あの長靴みたいな。すごいですね。ラバーのオレンジの靴履いてましたからね。そうね、足むせないのと思ったんだけど、気合入ってます。で、天の声は出てるけど、はい、あの本来出なきゃいけないあの方が天の声になってるってよくわかんないシステムだけど、今日だけちょっとポジション交換、ね、ポジション交換、ね、交換ですね。はい、なるほどね。こちらもすごい信頼してるので、ね、信頼してますよね。なんかこの番組ね、あの場面転換の時に、うん、あの2人での会話がやってるんだけど、どう考えてもなんかディスり合ってるんですよね。そんなことないよね。さっきね、ちょっとね、なんかいやないですよ、ね、いやそんなことない。もう可愛がってる。うちら仲良しだもんね。な、超仲良し。超仲良しだもんね。怖い怖い。いやいやいや、でも女子から分かりますか。怖い怖い。怖い感じがしますか。どうしよう。こうやってこういじめ合って仲の良さを確かめ合ってる。なるほど。愛を見に、愛をね。そうなの。あのコミュ力がどちらもちょっと欠けつつしちゃって、そう、いじり合いながらしか相手を褒めることができない。いじりながら褒め合う。そう、いじりながら褒め合う。あ、罵り合うじゃなくて。そうです。いじってる。いじりは愛ですから。いじりは愛だって。関心があるんでね。素敵ですね。大好きなんで。すいません。すごい淡々と冷静。私たちがね、なんかテンション高いから、すごい大人に見えます。いや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 すごいですね。で、まあ、あれなんですよね。はい、まあ、8月5日に、うんうん、あ、そうなんです。ね。あら、さっき間違えましたけど。すいませんね。四ツ谷ロータスですね。私も分かんなかったです。俺パッと見て、うん、ちゃんと読み込んでくれと思ったんだけど、うん、ローカスに見えて。ローカスみたいな。それはもう目がやられてますね。メガネがもう機能しないです。いやいや、ていうかもう残念ながらね、もう年もなってね。いやロータスロータスさんでやられるということで。はい、そうなんです。この、ライブは、うん、今までの活動的には、うん、まあ、いわゆる何ですか、あのイベントとか対バンとかでブッキングでやられてた。そうなんです。あとは主催ライブとかもやったことがなくって。そうなんです。まだ3月の16日から始動したばっかりなので、今でちょうど3ヶ月経ったぐらいなんですね。3、4、5度出来たてほやほやじゃないですかね。出来たてほやほやなんです。だから罵らいながら分かっちゃう。でも出来たてほやほやなのにこんなに関係性が築けてるのも、ね、でも、実質出会ってからはもう半年くらい経ってる、ね、そうだね。出会ってから1月に出会ったもんね。ということは、先ほど の出てしまったオレンジ憎いやつのあ、そうです、そうです、元に声の方がそうです、結成するぞ、号令をかけまして集まれっつって集まって、そうピピーっつって、そうピピーっつって、すごいからね、どっちもはーいっつって喋るね。今日大人の時代出れないっつったら、ね、なんですよ。大丈夫、全然喋る、声だけなら喋るからね。はい、ね、楽しいね。楽しいね。よかった、楽しそうですね。楽しそうですね。ありがとうございます。よかったね。で、まあ2人出会って出会って、準備期間としては2ヶ月、2ヶ月、そうですね、2ヶ月ぐらい。結構アイドルでなんか準備期間2ヶ月って長いんですか、短いんですか。短いじゃないですか。あ、短いんだって。どうなんですか。短いんです。今日2人天の声がいる。天の声さん。なんてね。で、若干こっち風邪気味だし。辛そうな。ちょっとあんまりこっちには振らないでいただいて。なるほど。もうギター弾いて、もう精一杯あったんだ今日。練習してますね。ありがとうございます。
今日はアイリングとね。でも、それこそこの、ね、いわゆるプロデューサーの方がこの番組出ていただいて、うん、その中での今回の、うん、はい、そうなんです。あ、そうなんですね。そうそうそう、あれ知らなかったの。そうなんです、うん、どんなコネクションを使ったんだと思ってそうそう、まだどんなそんなね、あ、はい、はい、出過ぎた。いや、いいいいよ、いいよすいません、いや、すごいなと思って、ありがたいなと思ってたんですよ。あ、そうなんですね、うん、そう言っていただけると、いきなりネットの生配信番組行ってるからみたいな言われて、はい、もう本当にもう最初どうしようかと思って二人で頑張ろうと思ってたんですけど、1週間前にマリンゴちゃんが出れんわ言うて出れんわ言うて、何事じゃなく、よく考えてみたら大人の事情があってでも声はいっぱい出てますよね。そうだから結婚だけでも歌で出ればよかった。ちょっとそれだと変な感じ、あ、ちょっとね、ちょっと失敗したなと。でも歌っても向こう側にいてくれてすごいね、あのミックスとかせーのとか最後の曲で言ってくれてすごい、あの彼女だけは言ってくれるだろうって思ってたので、うん、あ、信じたわけね。あの他の人も信じてたなんか他の人も信じてたよ。せっかくうちはこうやってさ、違う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 、さっきの涙どこ行ったの汗に乾かした汗です、せっかくなんです。ということで2ヶ月で、はい、え、オリジナルはもうその時点ですでに。そうです、もう最初 あの号令かかった時にはもうできてて、用意されてて、はい、でそれにあのボカロの曲が入ってたんですよね。なるほど、はい、でそれを、まあ、聞いて練習、うん、2ヶ月練習して、うん、今持ち歌4曲、その聴いた曲全部、うん、あの自分たちの持ち歌として披露できるようになったばかりですね。あ、なるほど。そうなんです。そしてね、3月から、はい、まあ、約、まあ、2ヶ月2ヶ月くらいですよね、今5月ですね。そうですね、あとちょっとで3ヶ月入るぐらいですね。なんか順調な感じですよね、キャラもなんか成立してますね。そうですか急に謙遜しましたねちょっとね、褒められるとお互い恥ずかしがっちゃ う慣れてないんですよ、目が合わせられない。そうそう、私もね、はい、同じ感じでね、そう似てるんです。あ、そうなんですね、だから仲いいと思います。そうなんです、性格似てるんですよね。今日どっち見て喋っていいですね。そうそう、なんかこっち見て、こっち見て、こっち見て、たまにね、画面にこうやって振ってみたいなね、一応ね動画なんでね、あ、そうですよね、ラジオじゃないんですよね。そうなんで、あー、ありがとうございます。ね、そんな感じでお送りしてますけども、あ、なんか今日もう本当にあの、ね、稀に見るこのチャットが来てるんですよ、うん、稀に見るんですか。なかなかないですよね、なかなかないですよ ね、 ね、嬉しい、ちょっと紹介していきましょうかね。ありがとうございます。ね、これエディ・ゲレロさんですかね、はい、バッチグーね、バッチグー一応、ね、やってこないとね。で今日は一人なんですね。そうなんです、まあね、初心者一人なんです。そうなんです、ね、きっとこれエディさんかな、エディさんですかね。エディさん、ね、コットンフィールをですね、あの最初から押してくれてる、うん、あのね、3月から私指導したんですけど、もともと8月ぐらいから、去年の8月ぐらいからグループとしてあって。あ、そうなんですか。そうなんです。で、あの元いた私たちじゃないメンバーがいた時に、はい、押してくれてから押してくれてる方がこのエディさんって方なんですよ。今回これ2代目襲名なんですね。あ、そうです、2代目実は。そうなんです、襲名3月に襲名させていただき、ありがとうございます。そういう点流れなんですね。そうなんです、いろいろくるくるやっておりまして。そうなんですね。あ、はい、じゃあその時初代からの応援されてる方、そうなんです、トモティさん、ファイトーって来ました。ありがとう、ファイトー、面白いですね。これ伊藤さんに、伊藤ちゃんですね、はい、伊藤ちゃん、ファイティン、ファイティン、ファイティン、これ嬉しい、ずっとリアクションしなきゃいけない、これ汗かいてきたわけですよ。でもなんか慣れてらっしゃいますか。いやいやいや、すごい可愛らしいですよ。え、ロードみたいに第2章とか続くんですか、ね、あ、なるほど、そういうことなんですか。なんでもないようなことがですか。はい、あ、でもこの2章っていうのはうん、うん、え、どういうこと、なんでしょうね、なんでしょう、お疲れ様、ちょ、何が続くんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、はい、聞いてみましょう、後でね。すいません、後で、ね、後でショールームやりましょう、ね、チャットでも、あ、ショールームもやってるので、ショールーム、そうなんです、うん、ありがたいですね。で今日、今日っていうか、ごめんなさい、メッセージも来てるんですよね。あ、メッセージですね。あ、ありがとうございます、はい、メッセージも来ています。はい、せいじさん、ひかるちゃん、コットンフィールさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、デニコです。ひかるちゃん、続けての MC お疲れ様です。あ、ありがとうございます。せいじさん、爽やかな帽子が素敵です。このままでいきまーす。ありがとう、あ、嬉しいですね。リンパしやすそうな帽子です。フルリンパいやいやいやあれ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 、これはあれじゃない、これはそれちょっと恥ずかしいのでじゃあまた
また今度見てください。また今度ショールームで。ショールームで。はい、ショールームで。さんのショールームでお願いします。はい。コットフィールさん、はじめまして。はじめまして。若い、元気、爽やか。水玉のワンピースに赤いベルト。髪のリボンが可愛いです。ありがとうございます。画面から元気をもらってますよ。天の声さんが出てくるからセジさんかと思っていました。そう、さっきそうですよね、はい、さっきかぶったかぶったね。天の声が今日何人もいらっしゃる。いいる元天なんで元天ね、はい、元天ね、はい、一台一台目ね、はい、いやいやいや、はい、ここでですね皆さんに質問です。好きな花と理由を教えてください。すごい。ということで花何かありますかね。何が好きですかね。花、女性の方がやっぱ花とかはあれなんじゃないですか。男性はなかなかそんな花になんかね、いや興味がないっていうか、その思いを馳せるみたいなのあんまない。思いを馳せた経験がないんですけど、どうすればいいですか。同じくでーす。あれちょっと女子頼むよ本当に。あれ母の日とかどうでした。あ、そうですよ、ね、スタバカードを送ろうと思って送らずに、はい、LINE のママって言ったら、はい、LINE で、はい、ベアが出てくる、ブラン君が出てくる、はいはい、来たじゃないですか。 あれがやりたくて、はい、送ったぐらいしかやってない。やばい大丈夫大丈夫大丈夫、自分で大丈夫って大丈夫でしょ。大丈夫そう、ね、カードで送るよりは実物をね、なるほど、一緒に会った時に送った方がいいかなと思って、はあ、取りためてます、プレゼント。なるほど、しばしお待ちを。お母さん、しばしお待ちください。トラックとかでね、来ていただいてね、もう大量に渡しますよ。 それは待たせてるんですけど ね、いや嬉しい。アイリンゴさんはどうなんですか。何がですか。聞いとけよ。聞いてましたよ、ちゃんと。ちょっとね、抜けてるとき、母の日はどうでしたか。母の日は、うちのお母さんあんまり欲しいものを言ってくれなくて、聞いても多分選ばなきゃいけないんでしょうけど、まあまあ、なんか選んで渡した時にあんまり欲しくないものだったら嫌じゃないですか、いやーもうなんでもいい。でもなんかねパンあげたんだよね。そうなんですね、令和はパンをあげるのが。さっき公開言ってた、自分自ら自信持ってパンあげましたって。何つもとかやってたよね。何パンあげたんですか。聞きたいです。何パンでしょ。聞いてください。言い訳じゃないけど、はい、時間がなくて、まあ、お互いね、はい、私もこういう活動とかしてるので、そうですね、ちょっと時間がなくて近くにあった。なんで笑ってるの。近くにあったパン屋さんで、はい、パンを、はい、買って、はい、あとイヤリングも買って。おお、すごい、しっかりしてらっしゃる。パンはね、パンがメインじゃないですよ。パンメインじゃなかった、よかったです。安心しました。そうパンをね、見つかって、はい、あれ一つかじったって話が。一つはかじっておりません。はい、あ、本当ですか。なんとかじっておりません。偉い。大丈夫。偉い。食べかけじゃなかった。そうなんです。まあ、言っても僕もねちょっとあげてないので、3人ちょっとあげないよりかはね、でもイヤリングあげてますから。確かにね。イヤリング買いました。やっぱね。いやね、もうお母さんのことを思って選んだプレゼントだったらね、絶対何でも喜んでくれると信じてるので、パンでもね、パンでもそう、美味しいから食べましたよ。そうね、美味しかったです。そうですね。ということで、ね、はい、あ、ちょっとなかなか話にはなりませんけども、はい、あ、最後にね、応援メッセージが届いてます。はい、コットンフィールさん、これからも元気に頑張ってください。それではまた、バイチャ、バイチャ、バイチャ。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、はい、もう一つあるんですよ、実はね、はい、シーウェーブ初めてかな、はい、弁当が。何ですか。うわ、やばい、ちょっと待って、バラが好きって言っとけばよかった、はい、あ、そう。これ仕込んでないからこういうことなんですね。あれれれ、バラ。そして、え、何ですか。たくさん、わぁ、プーさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。で、プーさんのこの、めっちゃ、すごいすごい、ありがたい。あー、どうしよう。あ、よろしくお願いします。すごいですね。うわ、嬉しい。すごい。あ、ちょっとフライングだけど。はい。ハッピーバースデー。おー、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。いつも黄色いひまわりのような明るい笑顔とお母さんのように、アイリンゴを見守るニコチが大好きです。私子供みたいになって。ありがとうございます。ありがとうございます。
ます。お名前って書いて、あ、こっち書いたのか、日本嬉しい、嬉しい、ね、あ、この時代に降臨してくれて感謝リコチにとって素晴らしい一年になりますようになんて、え、なんて言います、あ、ようようになんて言いません、みんなでリコチが輝くように神押しするからね、え、本当に、え、まだないね、まだないね、自分でもどっちかわからない、ね、涙サプライズになったって言ってますけど、あ、なりました、ありがとうございます、ね、リコチ太田一同よりって素晴らしい、ありがとうございます、すごい嬉しい、ね、嬉しいですね、ありがとうございます、これは涙だよね、涙ですね、今一生懸命やってます、大丈夫、大丈夫、いや、ね、嬉しいですね、本当に、ありがとうございます、バラって言っときゃよかったね、仕込んでなかったから、仕込んでないからね、そうそう、ね、でもね、本当気持ちはね、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、あ、お誕生日おめでとうございます、あ、そうですね、ありがとうございます、明日がいつ、明日がお誕生日なんです、そうなんですね、おめでとうございます、あと2時間半、2時間40分ぐらいですかね、あとで、それでお誕生日ですですね、あ、なるほど、おめでとうございます、ありがとうございます、すいません、ね、なんかせっかくなんで、なんか抱負なんぞ、まだまだですけども、あ、いいですね、いいですか、抱負しちゃっていいですか、はい、ですね、ゴッドンフィールはそのさっきのアイリンゴと2人で今やってるんですけど、うん、まあね、まだまだあのプロのアイドルとは言えない、まだまだ恥ずかしがり屋だし声も震えちゃうしっていう、はい、まあ、ツッコミどころが満載すごい、まだまだひよっこなグループでして、で、その第1代目の時からこの8月5日のワンマンっていうのが決まってたんですね、決まったんですね、そうなんです、はい、で、それを引き継ぎまして、はい、2人でもうライブ始まる前から8月5日ワンマンやるぞって言って頑張って練習してきたので、うん、もう本当に一人一人毎回のステージごとにファンの方がもう物販に来てくれる方が増えてったり、あとは、うん、一緒に騒いでくれる方が増えてったり、うん、はいはい、強いてはさっきみたいなうちわを作ってくれたり、そうですよね、もう本当に、うん、ペンライトの色とかを見るだけでまだまだ嬉しい、まだまだひよっこなグループなので、本当に8月5日まで走り抜けたいなと、残り3ヶ月悔いのないようにですね、はい、お互いショールームだったりライブだったり、はい、うん、もうね、最大限頑張って、頑張ってっていうのはおかしいです、もう最大限もうはしゃぎまくって、はい、騒ぎまくって頑張りたいと思っておりますね、え、本当に、いやいや、ありがとうございます、うん、いや、ありがとうございますね、いやいや、よかったですね、やっぱね、こうやってお祝いしていただけるなんて、うん、嬉しい、ね、やっぱり活動して、ね、ないとなかなかこういうのないじゃないですか、いや、ないです、ないです、ね、本当に嬉しい、ありがとうございました、本当にありがとうございます、なんか俺がお父さんみたいな感じになってきましたけど、お父さんお母さんの子供ですかね、アイリンゴさん、今のいやいいですか、いい天気のとこ申し訳ないんですけど、だって今の、今のさ、この手紙の一個だけ納得いかないとこなんで私が子供なんですかっていう、なるほどちょっとそれだけ納得いかないですよね、本当、 本当は違うの、違います、そうね、姉と妹でやってるつもりなんですけど、お母さんと娘に見えてしまってたみたいで、そうらしいですよ ね、 ね、向こうが幼いのかこっちが老けてるのかどっちなのか若干、なんかファンの方は、はいはい、なんか失笑してますよいやいや、なんでこの状態は、相違なんだと思います、相違なのこれ、相違なんだと思います、あ、そうですか、ね、不本意ですけど不本意多いですけどね、だね、でもね、姉妹でやってきてるもん ね、 ね、姉妹でやってるのに、ね、まあどこで伝わるか頑張りましょう、そこ頑張ります ね、 ね、どっかでね、まあそうですね、結果はね、またどんどん来ると思いますので、はい、そうです ね、 ね、で、まだこのワンマンでなんかいろいろと企画というか、はいはい、企画って言ってるのか分かんないですけど、はい、なんか、ね、あ、すごいですね、演奏っていう、うん、するっていう話で、なんか楽器を、これずっと今までやったことないんですか、初心者です、どっちも初心者、どっちも初心者です、でね、アイリンゴさんがエレキギターをやられると、うん、はい、やっぱロックだから、うん、はい、そうです、うん、なるほど、うん、そしてリコさんはドラム、はい、そうです、ズンズンターってズンズンターってやりましょう、どう考えたら間に合うの、間に合うの、大丈夫、おかしい、バレてしまった、このキックしか押してない、そう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 、なんですよ、ちょっと、ね、右手と右足が両方一緒に動いちゃうので、やばいこんなん
なっちゃう、こんなっちゃうので、はい、ちょっと3ヶ月後までにね仕上げて、これは何ですか、そのワンマンの企画の、1曲とかやる、それとも、そうです、1曲やりますね。あ、なるほど、そうなんです、もう言っちゃっていいかな、いいですよね、私、はい、アイドルオータなんですけど、はい、ボーノさんの初恋サイダーっていう曲、はい、もうザの定番、アイドル曲の定番曲があるんですけど、おお、知らないですよね知らないですよね、絶対知ってるよ、あれでなあれれれれ、私も知ってます、どちらも知らなかった、え、でも本当に、あ、本当ですか、知ってます、知ってます、嬉しい、目の奥すすてるぞ、マジで嬉しい、あ、もうここで、ここでもうちょっと2人でちょっと話しましょうかね、これから話して話して、いやいや、そうなんです、はい、その曲をですね、うん、2人で一緒に歌いながら、演奏しながら歌うっていうのをやります。普通さ、バンドでやるなら、うん、でしかもドラムでしょ、うんうん、はい、そうです、まあ難しい曲、まあその曲ごめんなさい、ちょっと知らないんですけど、はいはい、難しい曲っぽいイメージがあるんです、アイドルの曲って。あ、確かに、そうなんですよね、それをやるっていうのはすごいですね。確かにそうですね。でもさっき登場していただいた天の声さんがドラムもエレキもどっちもできるんですよ。ああ、なるほど。だからどっちも今咳してますけどね。ちょっともう今日絶賛体調不良なんですけど、オフマイクで多分拾ってるちょっと、ね、心配心配ちょっと、ね、心配ですよね。そうなんです、すごい 毎回のその、はい、練習のたびに、うん、ドラムの動きとか、はい、あとエレキの押さえ方とかもね、うん、丁寧に教えてくれてるので、なるほど、優しいんですね。そうなんです、うん、なので3ヶ月、まあ心配してないですね。他力本願ですか。いいんです、みんなの力でね、やっていくんですから、もう作り上げますので、ぜひ、うん、ぜひ、ぜひ、ちょっとね、楽しみでございますね、はい、ぜひぜひ、楽しみにしていてください、はい、もう、チケットを、はい、は販売とかしてるんですか。そうですね、はい、もう、いつもリプを送ってくださった方とか、はい、あとは、応募フォームに聞いてくださった方が、はい、その、なんでしょう、参加表明じゃないですけど、はい、来てくれるよっていう方だなって認識してるので。なるほど。なので、いつでももう随時応募しておりますので、うん、ね、どこのタイミングで、好きになっていただければ分かんないんですけどいやいやねえ、どのタイミング、どの角度でも好きになってもらえますよ、多分ね、下からとかでも好きになってくれますかね下から下から下からちょっと顔の面積で普通逆じゃないの、顔かいじゃないのそうですか ね、ちょっとどこからでも好きになって、どこからも好きになって、ね、ウェルカムなので、はいはい、どこからでも好きになってください、はいはいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、いやでも今日ね、本当にちょっとなかなかこの時間って準備が30分しか、なおかつ、まあ、10分ぐらいしかなかったんですけども、うん、はいはい、ちょっと頑張ってやっていただいてありがとうございましたね。いえいえ、こちらこそ出させていただいて、ね、アイリンゴさんもね、出ればいいのに、本当に喋るの、出ればいいのに、まあまあそういうわけじゃないんですね、ねえ、はい、ごめんね、ねえ、ごめんね、ちょっと次回はね、ぜひ2人で出てきていただいて、そうですね、ね、はい、このワンマン終わった後でもちょっとパワフルに2人を見てみたいんで、あ、いいですね、楽しみ、ね、あ、もちろん、まあそれまででも全然いいですけどね、ね、はい、もうありがとうございます、ぜひぜひ、ね、もう天の声さんに、はい、スケジュール合わせていただいてまあそこはね、そうです、そうですね、はい、大人に任せて、はい、大人に任せて、はい、姉と妹は2人ではしゃいぎ回って頑張りますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いえいえ、ありがとうございました、本当にね、ありがとうございました、すごい応援したくなりました。ねえ、そんな、ね、どうしましょう、すごいね、ものすごい切ない顔で見てますけどね、いや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 、本当に素晴らしいなと思って、ね、ありがとうございます、嬉しい。ひかるちゃんもアーティストで今やってますので、はい、そうですよね、はい、そう、本当にこんなに、うん、気持ちが分かりました。あ、本当ですか。そうなの、大変、一人大変ですよね、もう大変でしたいや、すごいですね、これなんか頑張ってますね、口っぽくなられてもさ、ね、いやいやいや、しかも一人じゃないから、二人いるからさ、そうですね、急遽二人になりましたよね、頑張っていただいてということでね、はい、もうあっという間のお時間でございますので、はい、はい、じゃあ最後に締めたいと思います、はい、今夜の千字でクロスエンタメライブはいかがだったでしょうか、来週のこの時間は千字でクロス C スタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに。またご覧の皆様にこの CM チャンネルの登録もお願いします。いやいやね、はい、どうも本当今日は、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ね、うん、はい、本日のゲストはコットンフィールさんでした。この番組はまた来週でございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。